はい、風紀蘭チャンネルです。秋になってきて、建国伝ひぐまの子の柄が少し綺麗になってきた感じになります。冴えるのが秋にならないとなかなか建国伝ひぐま系はダメですね。根の色は綺麗なので今日は根の色を紹介したいと思います。はい、かなり綺麗ですね。この根の色は画像では赤っぽく見えているだけかもしれませんが、実は紫色が入っております。ルビネと言われるものですね。そしてもう1点、こちらは月の光という個体でございます。こちらはですね、なかなか私の好みの品種なんですけれど、花崗山に似た感じですが、花崗山を女性っぽくした感じになります。花崗山は、強い泥根ですけど、この個体はですね、なんと根がとても綺麗なんですね。ただし先ほどの建国伝系の根と比べてみると、こちらの方がですね、赤紫色がないので、これではルビネと言えないのかもしれませんが、とても綺麗な根をしております。はい、根の色比べでした。じゃあね。